生徒のみんなこんばんは。スクールブロック職員のちゃんこです。3月19日ということで、卒業生以外ももうすぐ春休みのタイミングになったのかなというタイミングでございますけども、春休みの予定ね、まあみんないろいろディズニー行くとか計画してることあるんじゃないかななんて思うんですけど、その前にちょっと来週というか今週末ですね、歌ってみたコレクションがございますので、ぜひちょっともう自分で歌って投稿するだけで参加できますんで、何か好きな曲、好きなボカロ曲歌ってみてはどうでしょうかということで、歌これいよいよ今週末から開催です。はい、ということで今週も始めていきます。スクールロックアテンションエブリワンボカロロック消えてしまわないで心甘くても窓の外起きない。こちらニック・キユーさんのパメニーネという曲なんですけど、やっぱミクだとこういう消失系の早い口な曲ってミク合うなっていうのを改めて思ったんですけど、僕ねこのニック・キユーさんの曲を検索してこう調べた時に踊ってみたで、なんかけん玉しながら踊ってる動画があって、それがすごい面白くて、ちょっとぜひそっちもね見てほしいなって思ったんで、ぜひパメニネっていう曲ですから、ぜひね皆さん探してみてください。はい、ということでニック・キユーでパメニネでした。さてこのボカロロックさん、毎回ボカロ P をゲスト講師にお迎えしていきます。今回お越しいただいたボカロ P はこの方です。ひとかひともくです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ひとかひともく先生、まず何よりも僕はこれ2024冬にてスクールブロック賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、どうですか今のお気持ちというか。いや受賞のお話をいただいた時、はい、まさかと思って、あ僕でいいんですかという驚きがすごかったです。本当ですか。はい、一番に、はい、なんか実はもうこうスクールブロック賞ってみんなでこう、うんうん、投票するんですよ。職員と、はい、まあ、小森コーチや高校教頭も、はい、どの曲がいいのかなみたいなことでみんな相談するんですけど、まあ、いろんな方がこう候補でいるんで、うんうん、まあ、この人とこの人とこの人がいいかなとかみんなこういろんな意見がある中で、小森校長はひとかひともくさんがと言っていたので、はい、ありがとうございます。別に小森校長のあんだが採用したわけじゃないですよ。忖度とかではなく、まあ、いろんな、はい、みんなの投票を受けての今回ひとかひともくさんの、ね、受賞ということで、ありがとうございます。でそんな小森校長からのですね、はい、恒例行事というかスクールブロック賞がもうそもそも多分僕はこれの副賞なんだと思うんですけど、はい、スクールブロック賞の副賞としてジングル制作っていうのがありまして、はい、なんか噂には聞いてます。噂には聞いてます、はい、スクールブロックのジングルをこう制作していただくっていうのを毎回こう僕はロピーさんにお願いしてるんですけど、はい、なんか話噂に聞きましたけど、先ほどちょっとお話聞きましたけど、ひとかひともく先生元生徒だと、はい、あそうですね。いつ時代に聞いてたんですかスクールブロックは。学生時代の、はい、バンプオブチキンが、あバンプロックスとかやってた頃だ、はい、そうです。じゃあもう全然元生徒ならスクールブロックの雰囲気もじゃあ、そうですね、分かっているから、じゃあそジングルのちょっとハードル上がっちゃうかもしれないですけど、ちょっとそうですねお願いしたいなっていうのを、はい、
ありますけど、こう結構あれですか、うん、周りのボカロ P とかもやっぱスクロールロック賞受賞っていうので、うんうん、こうちょっとメッセージ来たりとか、はい、そういうのあったりするんですか。あ、そうですね、おめでとうって結構 SNS とかでもいろんな方に言っていただけて、ありがとうございますと、よかったですというか、はい、こちらもありがとうございますという感じなんですけど、はい、でその受賞した曲であるラブ&ピースを笑うなという曲についてはちょっと来週詳しくね、はい、お話聞いていこうかなと思うんで、はい、まあ、今週はひとかひともく先生のこうボカロルーツというか、まあ、ボカロとどうやってこう知り合ってどうやって好きになっていったかみたいな話を聞いていきたいんですけど、うんうん、はい、実はあのボカロ P としてはもうまだ3年目に丸2年ぐらいなんですよね。そうですね、まだそれぐらいですかね。そうとは思えないほどのクオリティだと思うんですけど、もともとボカロっては知ってたというか好きだったりとか、はい、あ、そうですね、ボカロはもともとずっと好きで、はい、まあ、それこそバンプ、うん、ロックス聞いてる時よりも以前からボカロは聞いてまして、うんうん、それこそ黎明期から聞いてた。そうですね、もう初めて聞いたのがもうメルトとかもうブラックロックシューターとか、そこからそれこそ米津さんというかハチグさんが出てきたりとか、うん、すごいボカロピー出てきたなみたいなのを見てたっていう、はいはい、すごい時代を目の当たりにしてきました。何回かありますもんね、そのなんか爆発的なこう売れ方するボカロ曲というかね、はい、とんでもねえな。でなぜこう好きだったけどこう最近入られたっていうのはなんかきっかけあったんですか。うん、そうですね、まあ、それこそ本当にすごい方々がたくさんいらっしゃって、なんか勝手な思い込みなんですけども、うん、ただのリスナーみたいな感じで、はいはいはい、難しそうみたいなのもありますもんね。そうですね、でもともとバンドをやってたので、うん、そうなんですね、うん、まあ、音楽には携わってたけどちょっとボカロ曲は、ね、うん、難しそうだなというかちょっと離れてたっていうか、そうですね、見るだけというか触ったりするのもハードルがちょっと高い。あ、まあ、まあそうですね、楽器と直接のタイプですもんね、はい、バンドマンだとね、はい、あ、なるほど。作曲ソフトとかも、まあ、そんな触ったことなかったみたいな、うん、なかったです。あ、なるほど、はい、なるほど。でそこからこの、まあ、2、3年に始めてみて、うん、そうですね、最初の頃はこうなんか他のクリエイターさんにも頼まれていたじゃないですか、はい、絵とかをね。そうですね、でも今は結構自分でもやってますよね全部。そうですね、その最初の頃は絵を描くツールが持ってなかったので、はい、そもそもねパソコンも詳しくないし、はい、でまあ描きたいとは思ってたんですよ、自分で MV を、まあ、そのハチさんとか見てたりとか、はいはいはい、イオワさんを見たりとかしていたので、はいはいはい、まあ、絶対描きたいなということで、まあ、投稿ちょっとしちゃってから購入してやるぞと、はい、絵もやっていこうみたいな、はいはい、感じで。いや、 でもやっていこうでできるものじゃないというか、はい、まあ、イラストだけの一枚絵とかだったらまだ分かるんですけど、うん、結構アニメーションとして動かしてるじゃないですか。そうですね、アニメーション MV がやっぱり好きなので、うんうんうん、まあ、世界観やっぱりより出ますしね。そうですね、やりたいっていうのもあったりとか、あと一枚絵で持たせる、はい、ほどの画力はなくてですね。まあ動かしてちょっとごまかしてるみたいな部分もあります。でも確かに一枚絵ってなんかその絵だけのイラストのだけで世界観が表現されてたり、はい、なんだろう、説得力があるみたいなイラストに必要性がありますもんね。そのだからイラストレーターさんとかには絶対に勝てないので。はいはいはい。だったらちょっとアニメーションで工夫しようかなみたいな。ちょっと古速な。いや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 。はい、まあでもね、ひとかひともく先生が描く絵って結構温かみのある絵だなって個人的には思ってたんですけど。なんかだからアニメーションの雰囲気とかも含めて、うん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 、なんだろう。ボカロってまあいい意味でこう機械的だったりするじゃないですか、うんうん、ですね、世界観とかも、はい、だけどやっぱ人間が作ってる曲だなっていう感じがすごく出てるなって思って、嬉しいです。はい、はい、で個人的にはちょっとねこれまでね投稿してきた曲の中で、うんうんうん、なんかひときわちょっと異彩を放つというか、はい、曲があって、はい、狂人29号っていう曲なんですけど、そうですね、はい、なんか割と、カフとか、うんうんうん、知性とかがメイン、はい、リメとかも使ってたかな、はい、がメインのいろんな曲聴かせてもらったんですけど、うんうん、こうあの知性も入ってるけどずんだもんも入ってるじゃないですか、そうですね、この曲に関しては、はい、これなんでこの曲作ろうかなっていうのがあったんですか。あ、そうですね、もともとこの狂人29号っていう曲は、はい、あのその前に開催されてた無色透明祭2っていうイベントがあるんですけど、はいはいはい、名前を出さずに投稿するやつですよね。匿名でやるやつなんですけど、それに合わせて書いた曲なんで、はいはいはい、あ、なるほど、ちょっとチャレンジしたいテイスト変えたいなみたいな気持ちもあったり、あ、まあ、バレたくないな、これじゃあ分からんだろうと歴代の人かひともく先生の曲だっけを聞いてたら、ね、この曲作ったとは思わないかもしれないです。でもともとずんだもんが大好き、はいはい、可愛いですよね、ずんだもんね。ちょっとちょっと言い方あれですけど、かわいそうな感じがかわいいというかずんだ逆みたいなとこありますもんね、はいはい、なんでこの曲書いた時にもともと入れる予定はなかったんですけど、はい、あ、この曲はずんだもん
合うなと。行った方がいいなみたいな。おー。ので、はい、途中から入ってもらった感じです。その割には MV もガンガンもう主役ぐらい出てきますもん ね、MV をこれ書くなら、まあ、ずんだもいた方がいいなと、はい、思って書きましたね。タイトルはもう完全に鉄人28号の、そうですね、次じゃないですか。そうですね、まあんまりなんか地上波のラジオって書けづらい歌詞が結構出てくるんですけど、まあすね、まあ、僕いつもそんな感じの歌詞なので、はい、申し訳ない。どんなこう思いでこの曲作られたのかなと思って。そうですね、まあ、この曲で、まあ、繰り返し、まあ、大丈夫、はい、まだ大丈夫という言葉を繰り返し言うんですけど、うん、まあ、大丈夫じゃないから言う言葉というか、うんうん、まあ、そういう部分を、明るく、うん、ちせいちゃんとずんだもんに歌ってもらって、まあいい形で消化できたらいいなという思いが、まあ最初にありましたね。はい、それでまあ聞いてくれた方に、まあもう少し大丈夫だよって思ってもらえたらと思って作りました。僕も結構その忙しくなってきたタイミングの後輩とかを見ると、もう本当に顔というか目のトーンが落ちてる感じというか、そういう後輩に大丈夫って、忙しそうだけど大丈夫って聞いて、大丈夫って帰ってきた後輩は大丈夫じゃないよって言うようにしてるんですけど、いやもうまさにそんな曲ですね。ちょっといろいろ思い出しちゃったっていうのがありましたけど、さあ人が一目先生、あっという間に一週目おしまいの時間でございます。来週以降もねお付き合いいただきますのでよろしくお願いします。さあそしてここでボカルロックスからお知らせです。歌ってみたコレクション2024春が3月22日から25日の4日間開催されます。ぜひご参加ください。続いて毎週配信中のこのボカルロックスはボカコレアプリでも聞くことができます。アプリストアでボカコレで検索してチェック。ボカコレアプリでは一般会員もバックグラウンド再生可能です。移動中や作業 BGM に最適ですよ。そして本日のエンディングテーマ歌ってみたコレクションから、ポルシー、タカフミ、カズタン、テンさんが歌うカプリスキャストという曲を聴いてもらっております。エビカ先生の楽曲なんですけど、
こちら歌コレ2023秋のトップ100ランキング参加作品なんですけど、このボーカルは、天さんなんですけど、それ以外のいろんな曲作りにこのフォルシーさんとか高文さんとかカズナさんが関わってるから4人の連名になってるという曲らしいので、ちょっとこれはね、ぜひこの曲聴くだけじゃなくて MV なんかもね、ぜひ見てほしいななんて思いますけども、ひとかひともく先生は歌ってみたは、はい、こうでやらないの？あ、歌うのは好きなんですけど、はいはい、まあ出すほどの技量ではないかと自分の曲を歌ってもらった方がいいなっていう感じです ね、 ですね。なるほどなるほど、はい、ちょっと詳しく来週音楽の話もまた聞いていきたいと思います、はい、それではまた来週の火曜日にお会いしましょう。お相手はスクールブロック職員のちゃんこと、そしてゲストボーカロ P のひとかひともくでした。また来週。また来週。気分次第怖がれて流れ着いた、それは決勝、そんな感情、そんな感情、どちらか誰かが終わるまで果てるまで、なんて書いて、なんて学校、すでに眠ってる始まり、会社どこまで行けるか嫉妬せっかく2人、どこまでも落ちていけるの2人もうでも様子に感染弁汚れてるマジバロマンス、やめるフレーズ掴むメイン、ガチから大丈夫、また決めてワッシュアウト、作らないコーヒー、やるせない空気、走らなくたってなんだって、誰かの感情、ナチュラルゴフ、興味伝わる大丈夫、引っ張っちゃって So I love you、 尊重感情ってなんだっけ、最愛なんだ Baby miss you、 何かどこか間違えた、バイバイ、翌日中離れない巨像、まさかさまに狂い出した改造、ありのままでこれからも無駄無だから、愛を知る今更、バイバイ、四六時中離れない巨像、まさかさまに狂い出した改造、分かってきたよ、でも大好きな人だから、いつまでも二人で、ああ赤い目覚めたり仕方で娘めばしない、曖昧に超大層相手は超愛美、執着ない執着なようで絶妙な名作をラズを受け、俺のアラルバイアンラミクサミ集まるならプレイバック、I'm sorry.